リアルスタイルフィットネスクラブトレーナーの八島です。よろしくお願いします。今日は二の腕の筋肉を鍛えていきたいと思います。で、このトレーニングはマシンとかダンベルとか特に必要なくて、椅子さえあればどこでもできるので、お家とかでもできます。で、椅子に腰掛けていただいて、そのまま手を横につきます。で、ここから手の位置は変えないで、お尻だけ椅子から下ろします。で、このままお尻が前後に動かないように真下に下ろしていきます。で、上げる、真下に下ろして、はい、の繰り返しです。で、慣れてきたらちょっと足を置く位置を遠くにしてみます。で、手も膝でこう上がってこないように、お尻の下ろす位置は同じように真下で伸ばす、での繰り返しになります。なので、ぜひやってみます。といった感じになります。急激に肘をガンと伸ばしきってしまうと、肘の関節を痛めてしまう可能性もあるので、様子を見ながらゆっくりされるといいかもしれないです。で、だいたい10回かける3セットで、余裕が出てきたら足の置く位置をちょっと遠くにしてやってみるといいと思います。ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。